ラジオネームトゥーパンプさん、はい、今学校は夏休みなんですもんね、はい、毎年のことですが、うん、私の生きがいであるチャリ通をする女子高生がいなくなるので、うん、神々しい、うん、おみやしを拝むことができません、はい、女子高生のおみやしロスで食事が喉を通らなくなっている私は、あーちゃん、ゆたかさん、やはり病気なんでしょうか。末期ですね、うん、まあ、というか多分そろそろ逮捕されると思う。病気とかじゃなく、うん、その入院する前に収監されると思う。やだな。そろそろ、トゥーパンプさんが逮捕されて、でこう調べ上げられたら赤毛団の動画めっちゃ出てくるんですよ。巻き添えじゃん。でそのなんか幼女ばっかり撮ってたみたいな。そしたらゆうゆう、あ、いそしたらもう30過ぎてるんで全然幼女じゃないですけど、ね、まだです、まだです、皆さん気をつけてください。まだ20代です。まだ20代です。気をつけてください。そこ気をつけてください、はい、若く幼女に見えるかもしれませんけど、あの人もおばさんなんでって俺にちゃんと言ってあげるから、その時はね、言わないでください。うん、あの人セーフなんでって。うかつくな。朝からもう超うかつくんですけど。ハワイのママ。あれ今怒られてた俺。怒ってるよ。あ、ごめん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 。あーちゃんもプン、もうプンカラだよこれ。プンカラ。おはようプンカラーってなっちゃいますよ。いや、佐藤たまごじゃねえんだからプンプン言ってんじゃねえよ。懐かしいですね。すごく小学校の時に流行りました。あ、本当。時代。時代ですね。感じるわ。知らないですよ今の子たち。多分たまおさんのプンプンってやつ、すっごい流行りましたよね。うわ懐かしい。はい、どうぞ。はい、ママ、ハワイのママ。あ、じゃ。